下野氏は、下野を、氏の名とする氏族。第十代主人天皇御子の豊木入彦の命の、光栄を称する公別氏族で、下野の君の地、下野阿蘇西を称した。大化以後に、中級貴族、十世紀以後は、公家の下級武官として活躍した氏族である。国史には、当初より、朝廷に仕えた氏族として記載されており、大化以前の動向は明らかでない。名称の、 下付のに見えるように、もともとは下付の地域における豪族であったと推測されているが、記載が少なく定かでない。名称にある、毛野とは、古代の群馬県、栃木県南西部を指す地域名称で、都に近い側を、上付の、遠い側を、下付のとしたのが、元となっている。日本初期には、第十代崇人天皇が、巫女の豊き命に、東国統治を命じたと記載するが、 その豊木命について、上付の君、下付の君の祖であると付記している。元一、なお豊木入彦の命がそれらの祖である旨は、古事記にも記されている。元二、平安時代初期の公認六年、新先生四六には、下付の阿孫について、辻天皇御子の豊木入彦の命の後と記載されており、元三、豊木入彦の命の光栄であることが、交渉されていた。なお、 新鮮生四六に見られるように、豊吉入彦の命の光栄を称する氏族は他にも多くあるが、中でも、下付の阿村の他上付の阿村、大野阿村、池田阿村、助阿寺阿村、車持阿村の六氏族は、東国六原阿村と総称され、共に、家の地域出身で出自を同じくするという、俗に本期には慶運四年に、下付の石代が姓を、下付の阿村から、 下野川内屋村に変えたという記載があり、原四、下谷国川地群との関係が指摘されている。また疑いも多いが、仙台旧児本里、国蔵本里では、仁徳天皇のお世に、豊木の地四世孫の奈良別が初めて、下野国蔵に認じられたと記されている。言語、奈良別については、六世孫の下下君ならと記載する文献もあり、原六、 下津家の死一族とも推定されている。あず古墳下津家型古墳で、下津家の死との関係が指摘される。家の地域には古墳時代に多くの古墳が築かれたが、下津家の地域においては5世紀末から6世紀に、小山市北部において最大規模のマリシテン塚古墳とビワ塚古墳が築かれた。代わって、やや北方の三部町南部に、両古墳とは性格の異なる。 下野型古墳と呼ばれる独特の前方向円墳群が築かれた。これら下野型古墳が下野市一族の墓と解されている。また、古墳群は山大塚古墳まで続いた後、円墳に変化することから、この頃に山東県の東国支配が完了し、下野市一族は中央に今を移したと指摘される。古墳群北東の下野薬師寺は、 下野小馬路による宇治寺としての混流と伝わることからも、当地と下野市の,の関係の深さが伺われる。また、古墳群付近には、下野国町や下野国分寺、国部山寺,寺も混流されており、一帯は、後の下谷国においても、中心地であった。史実としての国史の所見は、天武天皇13年11月で、発色の、生において、他の五十二市と共に、 下付の君に阿ソの姓が授けられたという記事である原奈一族としては下付のコマロが特に名高く大法律量選定に従事したことが知られる。また大学助教であった下付のムシマロが開封層に監視を残しているように学問的活躍が目立っている。しかしながら以後は中央の中下級貴族にとどまり10世紀以降はこの F のトネリアイン。 摂棺家の随身としての活躍が見られる。摂棺家とは、藤原道長の頃から結びつきを強め、家人として、愚部、警護の任に当たった。その関係で馬術、高い部学、調理に優れ、前床、推進書、増式書の長を務め、荘園の管理も行っていた。その後も山城国を特に軍の長子層を本領として任に当たっていたが、 室町時代中期以降を衰退したという、他市出身左右子の F 地下官人の長身へ、不可が、下付けの姓を称し、江戸時代を通じて存続した。また、宇都宮市など、下付け地域の鮭、武家に光栄と推測される氏族がある、注釈原点出典、ありがとうございます。